はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、不動産登記記録の内容、まあ、登記簿の内容ですね、これをスライドを使って解説させていただきます。で、登記記録の内容についてはこちらに用意させていただきました。ただこれちょっと見づらいと思いますんで、後ほどこの部分とこの部分とこの部分、まあ、3つに分けて拡大したものを用意しましたので、まあ、そちらを後で見ていただければと思います。まず大きく分けて表題部というのと権利部という2つに分かれるんですね。上と下2つですね。この2つに分けることができます。で、まず表題部についてはどのような内容が記載されているのかというと、不動産の物理的情報が記載されています。土地であれば所在だったりとか、地盤、地目、地籍などですね。建物の登本、登記記録であれば所在、地盤、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されております。で、一方で権利部については、まあ、権利と書いてある通り、所有権だったり抵当権などの権利に関する情報が記載されています。で、権利部は公区とお地区に分かれるんですけども、公区については所有権だったり所有権の差し押さえとか、まあ、そういった所有権に関する情報が記載されていて、お地区については所有権以外の情報、つまり抵当権だったり地上権などが記載されております。ではまず表題部について見ていこうと思います。こう登本があった時に上の部分ですね、この部分が表題部です。拡大したものはこちらです。まず所在ですね。横浜市中区丸丸町2丁目。で、地盤については1番、5っていうのが地盤ですね。で、地目は宅地ですよ。地籍、これ土地の面積は 150.11 平米ですよ。で、所有者は横浜市西区丸丸に住む山田太郎さんですよ。まあ、こういった内容が表題部に記載されております。つまり、ここは土地の表示と書いてある通り、土地に関する情報が、物理的な情報が記載されていて、所有者は山田太郎さんですよ、ということがここからわかります。で、一方で、権利部の公区についての話です。公区については、所有権に関する情報が記載されていて、はじめに所有権の保存登記をこの年月日にしましたと。で、受付番号がこうこうこうですよ。第12345ですよって書いてありますね。まあ、これについてはそれほど気にしなくても大丈夫です。まあ、番号が付けられているということですね。で、この所有権保存登記は山田太郎さんが行いました。で、その後山田太郎さんは小林花子さんに所有権移転登記をしてます。で、なんで所有権移転登記をしたかというと、売買をしたからなんですね。山田太郎さんは小林花子さんに売却しました。そのことによって所有権移転しましたという内容がここに書いてあります。で、売買した日にちが平成26年の3月11日でしたと、まあ、いう話ですね。で、11日に売買契約を締結して、14日に登記の申請、受付をしたという流れです。で、ここまで見ていただくと、実際の所有者は小林花子さんなんですね。そうすると先ほど見たこの山田太郎さん、これ矛盾してくるじゃないですか。この情報って初めは書かれているんですけども、このように移転登記されるとこの情報もう違いますよね。消去しなければいけない。そういった場合はこの部分、このように下線が引かれます。いわゆるこの登記は消滅してますよっていうのを表すのが下線なんですよ。実際はこのようになってます。これで所有者は山田太郎さんじゃないですよっていうことがここで示されるわけですね。で、実際は小林花子さんが所有者ですよと、まあ、いう話です。これが公区ですね。権利部の公区の内容。続いて権利部のお地区の内容を見ていきます。この権利部のお地区には所有権以外に関する権利の内容が書かれております。ここでは具体例として抵当権の設定登記、抵当権について記載しました。で、この抵当権っていうのは債務者が小林花子さんです。で、一方で抵当権者が緑銀行。つまり緑銀行が小林花子さんにお金を貸した。で、それに対して抵当権を設定してもらったと、まあ、いう状況ですね。で、いくら貸したかって言ったら、まあ、3000万円を貸しましたよ。で、利息が 1% ですよ。遅延損害金は年利 10% ですよ。みたいなことが書いてあります。これが
権利部のおつくの内容ですね。で、もし小林花子さんが緑銀行に借りたお金3000万円をすべて返済すれば、ここはすべて河川部が引かれます。これによって抵当権はもうないですよっていうことがわかるという話ですね。まあ、今回は表題部と権利部について解説いたしました。もう基本事項なので、この部分はしっかり頭に入れておいてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。